ロシアのサンクトペテルブルクに行ってきたいと思います。アリサさんと一緒に。いやこんにちは。行ってきます。ここはどこ？待ちぼうけです。バッグを待ってます。そうです。今サンクトペテルブルグに着いて、もうホテルに向かう前にご飯を食べたいと思います。レストランが超かわいい。こんなにドスッピンでっていう感じで美味しいディナーを食べてきます。まだ寝起きやからちょっと朝ごはん食べてきます。朝ごはんを食べて準備をして着替えたので、早速町に向かいたいと思います。行ってきます。町をブラブラ、あ、かわいい。町をブラブラしてます。こんな感じの建物がたくさん。じゃーん。すごーい。怖い。ロシアといえば、見てロシカ。たくさんの。かわいい、かわいい、すごくかわいい。ランチを食べてエカテリーナ宮殿にやってきましたが、5時間ぐらい並んでるらしい。迫力がすごいですが、もう見て、もう永遠並んでます。雨は止んだけど曇ってます。そして並んでます。そして口内炎が腫れています。今はバラの季節でバラが咲いてます。サンセットは10時なのでまだこんな明るさです。おはようございます。今日は、エルミタージュ美術館ってところに来ました。では中に入ってきます。美術館の中にやってきました。素敵。めっちゃ歴史っぽい感じ。ちょっと中見学します。考えてるわ。でもこれ全部回るのに5年かかるから、今何年分見たんですかね。3ヶ月分ぐらいだ。今日のランチは銀座です。ここで食事をします。噴水が有名みたいで、今宮殿の中にいます。こんな感じで。ちょ、靴下ダサいからあんま見ないで。宮殿の中にやってきました。キラキラ。こんな感じです。全部キラキラです。めっちゃキラキラ。すごい綺麗だ。でも全部金って考えたら本当に総額いくらかばっかり考えちゃう。こんなところで食事がしてみたいですね。今これ
女の人たちがいっぱい描いてる絵がある部屋なんですけど、365枚壁に貼ってあって、でもモデルは8人だけやねんって。8人のモデルを365枚描いてある。8人モデルでいいかな、すごくない？全部デザインが全然違う。噴水です、めちゃでかい。ディナーにやってきました。今日はどんなご飯なのでしょうか。なんかレストランはもう全部パターン化されている気がします。ご飯を食べ終わりましたということでホテルに入ります。でも見てめっちゃ明るい。まだ何時ですか今？もう10時ぐらい？10時ぐらいやけど、この明るさという。ここは多分中心部なのでめっちゃ賑やかです。はい、じゃあホテルに戻ります。初めて町の方に来ました。イエーイ。アリサさんも撮ってます。お昼を食べて宝石がたくさんある美術館にやってきました。こんな感じです。では今から見ていきたいと思います。若そう。123枚の葉っぱにダイヤモンドが散りばめられている。あとはちょっと休憩してから見たいですね。本当に全部お部屋ごとにテーマとか歴史に分かれていて、今は小物がたくさんのお部屋に来ているから、反射してちょっとあんま見えない。かわいい。ほらこんな感じでお部屋ごとに、分かれてます。すごーい。新しい現代美術館にやってきました。豚さん、オーマイガー、豚さんが。はい、また違う美術館にやってきました。ここは現代アートの美術館で一番大きい美術館だそうです。いろんな現代アートが飾られていて、2010年にできたのでまだ新しい美術館です。新しい感じがしてます、いい意味で。最後のディナーにやってきました。今日のご飯は何なのでしょうか。最後のディナーを食べます。最後です。何が来るのでしょうか。肉肉肉肉肉肉肉。これは見てください、銀座チェーン店。お箸、お箸ロシアに来て。いや、ガスいねロシアに来てマジガスいいわ。お箸が出てきました。テカってんね、今日もアホイちゃんみたいに。テカテカじゃないです歌を歌ってくれるご飯屋さんです。ここに来て日本食らしいものが。やべ、取り忘れてた。これなんだろう、ご飯のない写真みたいな。嬉しい。今からお肉のショーが始まります。食べてます。こんなお寿司が来ました。ここに来て、最終日に来てお寿司という。さっきやってくれたお肉です。3日目にして初の電車に乗ります。今エスカレーターに乗っています。怖いです。高い。マジか、長い。めっちゃ長い。え？下見えないもん。
あ、見えた見えた。ロングロングエスカレーターに乗ってます。ナチュラスベリカというロシアで人気なオーガニックスキンケアブランドに来ました。なんかハンドクリームとかいろいろお土産を大量に。自分には買いましたか？自分にはあのハンドソープとボディスクラブを買いました。私もハンドソープ買いました。アリサさんはロウソクとかいっぱい買いました。キャンドル高かった、3000円くらいはい、おはようございます。おはようございます。今もう帰りの飛行機に乗るために空港に来ました。あっという間に 3.5 日間が終わりました。終わりました、アリサさんとは3カ国目の。ギリシャ、アイスランド、ロシア、サンクトペテルブルク。すごくないですか？すごい。みんないいだろう。変なとこばっか行ってる、ね、また一緒に旅が行きましょう。はい、楽しみにしてます。あ、葵ちゃんとコラボ動画撮ったから見てね。はい、皆さんアリサさんの動画であの鏡なしメイクを、うん、してなかなかよくできたよね。そう、本人はすごく楽しかったので、はい、ぜひ皆さんご覧くださいませ。ご覧くださいということで帰ります。バイバーイ。